こんにちは。今回は、矢部健三は酒と駄菓子のトリクでいくら使った？ということで、皆さんは、取り越し苦労商店、酒と駄菓子のトリクで、矢部はいろいろと駄菓子やお酒などを付け払いにしていたりしますが、果たしていくら酒と駄菓子のトリクで使ったのでしょうか？それを今回は調べていこうかと思いますが、正確には矢部がいるいないにかかわらず、酒と駄菓子のトリクの商品を購入したと思われるものを紹介していきます。というのも前述したように、矢部は基本、付け払いや他人に払わせるなどしかしないため、矢部がいくら使ったかを調べると、ほぼ0円という結果になるでしょう。そのため、あくまで酒と駄菓子のトリクで買ったものを紹介するという形で進めていこうと思います。それでは早速、推しの伝説その1、殺しの暗号、天才少女 VS 最も優秀な刑事、青木予言者の回から見ていこうと思います。金額については、あくまで推定価格です。まずは、未来ちゃんと初めて取り組み来たシーンから、順にもぐもぐスナック、スーパービッグチョコ、ラムネ、緑の丸い駄菓子、JKT48、ナビララとナーユアザリアのプルマイドくじになり、こちらは、作中内で合計金額が235円と判明しています。もぐもぐスナックは作中内だけの商品なのか実際に販売されているお菓子なのかは分かりませんでした。スーパービッグチョコは長いチョコバータイプのお菓子でよく UFO キャッチャーの景品になってるやつですね。ラムネはよく見る森永ラムネ、緑の丸い駄菓子は風船ゼリーかもしれません。ちなみに支払いは矢部から秋葉へ、秋葉から味とへたらい回しにされ、なぜか矢部がおごっている風な口ぶりをしていましたね。次に、プレ昇進祝いとして、矢部と秋葉が飲み会をしていたシーンから。順に、本物の酒かつら、梅ちゃん、串刺しのイカ2本、ビール1本、とっくり2本、ラムネ2つ、鉄砲のおもちゃで、こちらも金額が判明しており、3800円。かつらは多分焼酎か日本酒かと思われますが、こちらの初登場は、警部補矢部健三、エピソード4、リークされた捜査情報、追跡せよ、警察内部の密告者の会で、七熊が犯人であることを暴いた居酒屋内で登場しており、よく見るとアルコール分90度以上100度未満と、スピリタスもびっくりな度数のお酒です。お皿に乗っていた梅ちゃん、串刺しのイカ2本、こちらは未来ちゃんと初めて取り組み来たシーンに映っており、串刺しのイカの商品名はわかりませんでしたが、ピンクの串刺しの食べ物は梅ちゃんだというのがわかります。その他触れることがあるとすれば、このシーンにはラムネは一つしか映りませんが、ジュエリーオールナイトで青木予言者と銃を向け合うシーン。謎にラムネを向けますが、中身をよく見ると、この左手に持っているラムネは中身が減っておらず、多分未開封のラムネだと思われます。そのため、ラムネは2つとさせてもらいます。次は、推しの伝説その2、ウイルステルを阻止せよ、相棒が必ず死ぬ女の回から。まず、この時点で昨日の支払い、つまり付け分の請求をされていましたが、いくらかは不明。この後、うまい棒2本、黄色い袋のスナック菓子が映りますが、スナック菓子を開封していますし、未来ちゃんが購入したもので間違いないと思いますが紹介。うまい棒は明太味とチーズ味でした。余談ですが、このシーンには常総市観光物産協会のポケットティッシュがあります。次、推しの伝説その3、危険なプロポーズ、婚約者が必ず死ぬ女、山川悦子の回から。またしても矢部のツケ、今回は秋葉に払わせましたが、よく見ていると秋葉がお札をわざと上に上げて取れないようにしているので、ちゃんと払ったかどうかは不明。そして、スーパービッグチョコ、こちらは一度、駄菓子屋マスターに取り返されましたが、また商品棚から取っていましたね。その後、詳細は本編を見てもらえればと思いますが、焼き餅を焼いた秋葉が宇宙の水を飲んでいました。こちらはトリック新作スペシャル内で、緑川翔子が売っていた水で、本当は裏山で汲んだただの水なんですが、新スペ内では1本5万円で本来販売されていました。今回は、さすがに5万円はないだろうということで、高く見積もって300円程度とします。ちなみに、持ち込んだのではと思われるかもしれませんが、ちゃんとレジ横の冷蔵棚に売られています。次はコヨーテの回と行きたいところですが、実はこの回は飲食シーンがないため、次の推しの伝説その後、おとり捜査の罠、矢部健三 VS 矢部健三、造剣王子の回から。矢部は梅ちゃん、こちらは秋葉が支払い。未来ちゃんは、大きいキャンディー型のお菓子3つ、青い袋菓子、紫の袋菓子、フルーツの森。そしてこの回は、アジトがトリクで駄菓子を食べるシーンがあり、そのシーンには、団子2本、青い袋菓子、キャンディー型のお菓子、ラムネ、平成サイダー、パチンコのようなおもちゃ、
黄色い袋菓子。完全に味とはこの店気に入っていますよね。そしてもう一つ、今度はクーリット王国のパーティーに行ったことがママにバレたと落ち込んでいたシーンから、オレンジ。細かい字は読めませんでしたが、オレンジジュースであることは間違いないでしょう。ちなみにこのシーンで、さらっと矢部は小学生に何かおごってもらおうとしてましたね。次は、わしの伝説その6、矢部健三西の制裁を、姿なき暗殺者、闇の警視総監の回から。懐かしの味泥水、と、人参。泥水に関しては、そもそも水なのかどうかも怪しいですが、飲みたくはないですね。人参は生の人参ではなく、ポン菓子の人参型の駄菓子のやつです。その後、未来ちゃんが一人で週刊推理を読んでいたシーンから、キャンディー型のお菓子4つ、ゼリーの容器にラムネのようなものが入った駄菓子、黄色い袋のスナック菓子。黄色い袋のスナック菓子は、ウイルステロの回のものとは別のものです。次、わしの伝説その7、名探偵 VS 矢部健三、死を呼ぶ逆転推理、綾小路家の回から。12うまい棒、黄色い袋菓子、ガットよっちゃんイカ、お皿に乗っているのは梅ちゃん、串刺しのイカ、三角の爪楊枝で食べている食べ物3つ、赤い食べ物。うまい棒は明太味、三角の爪楊枝で食べているものと、横にある赤い食べ物は私にはわかりませんでした。それ以外は、特に言うことはないでしょう。ちなみに矢部はビールを注文しましたが、18時じゃないため断られました。最後、わしの最終伝説その8、殺人同窓会、矢部健三よ、永遠に、山神様の会から。と言っても、実はこの会は飲食シーンがありません。一応マジックショーに来た直子に、ギャラとして緑の棒付きキャンディーを一つもらってました。以上が、酒と駄菓子のトリクの商品を購入したと思われるものになります。まとめるとこんな感じ。これらが酒と駄菓子のトリクで購入したと思われるものすべてになります。何度も言うようですが、金額は推定価格です。これを購入した人物別に色分けするとこんな感じ。こうやって見ると未来ちゃんもいろいろ購入してますよね。さて本題、矢部健三は酒と駄菓子のトリクでいくら使ったのか。付け払いを除いた合計金額はこちら。ちなみにその他の人たちはこんな感じになりましたが、さすが駄菓子屋とだけあって安いですね。あくまで推定価格ですが、青き予言者の回は合計金額が分かっているため、特に分かりやすいと思います。お酒とおつまみ込みで3800円、しかも一升瓶入れてこの価格ですし、もしかすると他にも片付けた分のジョッキやとっくりもあると考えたら、なおさら安いでしょう。そして忘れてはいけないのが、税込み価格ということ。もしかすると税抜きでたまたま切りのいい数字になっているのかもしれませんが、税込み価格と思えばリピートしたくなるお店です。それなのに矢部はつけで踏み倒すという、なんとも矢部らしい行動です。役に立つかどうかは分かりませんが、もし活用できるようでしたらこちらのまとめを活用してください。それではまたお会いしましょう。